ヒカキン TV Everyday。 ニューハロー YouTube。 どうもヒカキンです。いや、スーパーサイヤキンです。ということで今日はドン・キホーテのね、レジの近くに、むむ、これ飲んだらスーパーサイヤ人になれるんじゃないかって感じのドリンクが売ってたので買ってまいりました。それがこちら、ブラックアウトゴールド。なんてオーラなんだこれは。金ピカだ。ブラックアウトゴッド、神だ。なんかちょっとスターウォーズっぽいね。エナジードリンク、エナジーの神降臨って書いてありますよ。降臨してます。もうゼウスで、ゼウスゼウス降臨だよこれ。まあこちら180円くらいでした。で、以前ブラックアウトっていうね、大きい缶のエナジードリンク僕レビューしてます。あれね、結構美味しかった。ただ今度は金ピカになってちっちゃくなってゴッド。さあどんな味なんでしょうか。今夜もたんまり仕事が溜まってるんで、いただきます。それでは神のエナジードリンクをご覧あれ。缶の色と同じだね。濃い黄色、濃い黄色です。いただきます。あはは、飲みやすい。全然癖がないっすね。なんかあの砂糖不使用のすごい人工甘味料の味とかもしないし、すげえ飲みやすい。あ、コップ2杯で終わっちゃいますね。でね、今ねちょっとネットで調べたらですね、以前僕が動画で紹介した、まあ、多分あれ 500ml だと思うんですが、こちらのブラックアウトと同じ量のカフェインが含まれているらしいです。これ 250ml だから、量が半分になってるけどカフェインは同量ってことは、もうめっちゃ濃縮されてるってことだねこれ。まあ、実際味でカフェインの量っていうのは分かんないんでね、やめな、今日寝れないんじゃねえかなこれ。まあ、ですからね、結構強いから飲みすぎには注意ですが、味はね飲みやすいです、すごい。まあ、レッドブルに近いですね。好みです僕、非常に。ドンキってなんでこうセンスがいいんだろうね、売ってるものといい。まあ、僕がワクワクするね、数少ないお店ですよ。まあ、ワクワクするのは薬局でしょ、家具屋さんでしょ、ホームセンターでしょ。まあいいや。ただいずヒカキンズポイント、90。缶のセンスといい、味のセンスといい、価格といい、なかなかレベル高かったです。まあ、多分ドンキに売ってると思うんで、エナジードリンク好きな方チェックしてみてはいかがでしょうか。この動画がもしよければグッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日も、ご視聴ありがとうございました。バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。タラク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 